はい、戻りました。岩翔です。はい、フィーチャーマッチ2回戦目ですね。井川さんと阿部さんのフィーチャーマッチをお届けしようと思ったんですけど、阿部さんがトスって、試合が行われなくなったので、急遽、2番卓の、後藤さんと籠谷さんの試合をお届けしようかなと思います。まあね、いきなりのトスなんで我々もね、びっくりしましたけど。はい、まあ2回戦なんでね。そしてまあ、ね、僕らのジャンドマスターこと川崎啓太さんと藤村和明さん2人とも負けてるみたいなんで。負けてましたね。はい。いきなり01卓をね、01卓をフィーチャーするのもおかしいなと思ったので、まあ、1勝されてる方の中から2番卓を選んだ形になりますね。お父さんが赤黒グリセルシュ、籠谷さんがグリクスコンド。これ相性的にはどうなのかな。コントロール有利じゃないかな。基本的にそのディアニスペルを全部カウンターすれば、カウンター次第。なるほどね。ディスペルだけできついし。そうやね、確かにね。ご両の復讐がインスタだったもんね。さあ、後藤さんは1回目セットラウンドでゴー。大谷さんは決戦の原始ですね。これ出して、反射あんま治ってないけど、一応ね、蛍光灯をぶっこ抜いたんだけどこれね。沼なのか山なのか。山かな。山やね。苦しめる声、苦しめる声。山を捨てて苦しめる声。安堵の再開ではないんかな。いっぱい入ってるのかな。どうなんやろう。2枚捨てるのがしんどいから、より1枚でやりやすい方にしてるのかな。どうなんやろうね。捨てたいけどね。さあ、で沼を置いてこう。箱内さんはここで決断には動けないですからね。手札には先の突破も見えてますね。さあ、後藤さんと籠谷さんのフィーチャーマッチ、これは、RPTQ プロツアーへの参加権利をかけたトーナメントの2回戦目になっております。先ほど阿部健一さんと井川佳彦さんのフィーチャーをお届けするというふうに発表したんですけれども、そのタッグで阿部さんが井川さんをトス、勝ちを譲る形になったので、この2番テーブルに急遽変更となりました。ご了承ください。さあ、そして後藤さん、タップイン処理している間に東大さんは春章の窓をシキャストで、墓地から拾うスペルの時になかったんですけども、殴ることを優先ですね、ここは。まあ、あとはもう多分苦しめる声と赤黒という彼を見て、カラーを見て、まあまあデッキは大体分かったと思うので、春章を使うことは、春章をカウンターで使いますことはなさそうなので。ですね。もう殴ってってライフ詰めてって要所を打ち消そうっていうプランですかね。動けないですよね。さあ、終章でアタック。ちょっとランドが止まってるので、まあ、これエンド裂け目の突破、メイン裂け目の突破をどっちかどうするかっていうのは、4マナあればね、2マンド2マンドってされて何も起こらないんですけど。確かに確かに。3万しかないので、おそらく1個しか消えないので、まあ一発目の、はい、まずは一発目の先ほど突破、手札からクリーチャーカード戦場に出すことができますが、対抗トップですね。対抗トップですね。ネゲートして2点ルーツ、カウンターして打ち消して対戦相手のライフを2点減らす、しかし1マナしか起きてないので、ここでもし通っちゃうと、ここでもし何かね、オレオズベンジェンス、いや
集団的蛮行ゴリオズベネしてあるんで、グリセルブランドを捨てると、いや、エムラクールもいるんでね、おオールスターですけど、エムラもあるとなると、蛮行で2点ルーズで、エムラのパワーで15点合わせて17点、まあ、カラーリング的に釣るのはグリセルでも大丈夫そうですけど、さあここはまず2マナで、ね、パストイグザイされる心配があるので、さあここはメムラクル動きましたね、集団的蛮行で、まあ、グリセルが素出しできそうという謎の状況なんで、確かにランドパンパン、いや、まあ、メムラ捨て、いや、まあ、落ち着こう、落ち着こう、ここはまあグリセルで、さあ悩んでますけどね、まあ、メインにディスペルがあるかどうかですね。スペルピースなら2万が入るんで、うん、2枚ともいった、お2枚ともいった、2枚捨てんねや、マイナス2と2点ドレインとファンデス、はい、でサック乗ってる間に先にグリセル、エムラクルの能力が誘発するので、はい、そのスタックで釣るとゴロの復讐で、はい、ここ万が一ディスペルされたら大逆転ハンドのエムラクルしかなくなりそうですけど、まあ、まあメインからディスペルはねなかなか、なかなかね、入ってても1枚なんで、呪文貫きも対処できている状態なので、はい、エムラクールを釣りたい、はい、ゴロの復讐は墓地にある伝説のクリーチャーを戦場に戻すインスタントです、はい、あ、2枚ともある、2枚ともある、2枚ともある、じゃあ終わりです、ね、はい、これで籠谷さんも投了を宣言というか、17なら2点ドレインとエムラクールで、そう、それで死んでる、うん、じゃあエムラクールです、はい、これで押し切って後藤さんがまずは1本取ったという形になります。コメントも見れないので、コメントね、実はコメントで17ならそれで合ってるやろ、コメントもしかしたらワンサクだったんですけど、じゃあ大丈夫、Y がさっき言ってやるから、はい、ノートパソコン来たのでこれでコメント拾っていきましょう、ごめんなさい、何表示してなかった私来たのにめっちゃ握って引っ張るから何のこっちゃねんってなったけどさあ、籠谷さんと後藤さんのフィーチャー待ち、まずはこれ勝利カウント逆やね、はい、僕と、もう一人は、自己紹介して、はい、ハマチです、こんにちは、おはようございます、おはようございます、はい、ハマチはこのラウンドで帰る、1時ぐらいまで行ってるから、おお、次のラウンドぐらいじゃない、後藤さんが2本勝ってるよ、本部さん、後藤さん勝利はい、1位になった、はい、ということで改めまして、岩師匠とハマチで今日は、はい、おはようございます、お届けしております、おはようございます、うん、グリクシスコントロールの籠谷さんと、赤黒のゴリオの復讐デッキの後藤さんですが、籠谷さんがちょっとランドが詰まってる、自由に動けないってところを後藤さんが、ターン終了時の裂け目の突破からの次のメインで集団的蛮行、ゴリオの復讐、ゴリオの復讐という、まあ、完璧な動きで打ち取りましたが、ランドがあったりしたらちょっともしかしたら分からなかったかもしれませんというところですね。昨日はダメだったんですか。昨日もダメでした、ね。まあ、モダンというフォーマットね。何が起こってもおかしくない。うん、さあ、ハマチは昨日直前戦を抜けれませんでしたが、昨日直前戦を勝った時は感染とのことです。僕モダンしてますよ、失礼。結構してるよね。モダンはしてますね、まだ。レガシーはしてないですけど。でもまあ放送で毎週のようにしてるよね、どっちかって言ったら。そんなにしてないけど。ほんま。どうしたどうした。いや、ついたてはもうちょっとね、したと思う。音声的に大丈夫かな。なんかでもあっちの人と目合うから来ますね。閉めるわ。僕
にモダンにはうるさいんでね。モダンにうるさいの。各語る。各語る派。いや探し放送。家探し。何家探して。ロケしてんの。ロケしてたら面白いけどな。昨日誠意から募集化されたところを見てましたとか。恥ずかしいね。しかも募集が入ってるの前のラウンドで知ってるけどね、うん、ちょっと昨日気持ちよかった。ホモは何をしてんの、カーソルでゴリ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 消えた。そう、昨日声優の騎士とさ、復活の声トークンがいて、うん、年商2点1点で打ったらさ、墓地にフェッチ落ちてて何も起こらへんかったんや。もうアホやん。びっくりした、手札読まなくなったほんまのアホやん。それそのラウンドは、そのゲームは勝った。買ったの？そのゲームは買った。買ったのよ。マッチはその五十かボムで負けた。おお。それで買っちゃう感じ、あ、発掘できる、すごいな。なんか最後氷結機と氷結機と11111威迫がビートしてて。な、何？もう傲慢な新生児で。うん、威迫強いからな。威迫、あれ結構威迫ビートで買ったりするよね。ラファエルレビューはそれで買ってたもんな。さあ、しかし戦われてるフィーチャーマッチはドレッジとはまあ関係がなく、まあ、ちょっと墓地を使うっていう点では似たようなところはあるかもしれないけど、同じ墓地利用でもコンセプトは全く違う、はい、赤黒のゴローの復讐デッキ、まあ、最速のキルターンはね、グイセルの方が早い。うん、ただちょっと安定しないですよね、やっぱり。そうですね、うん、コンボパーツをしっかり引いてこないと戦えないみたいな。あとやっぱカウンターできて当たった時にちょっと辛い。まあ、今のゲームはね、カボダイさんのランドがストップしたっていうのがあるし、まあ、サイドからさらにカウンター増えるやろうし。なるほどなるほど。まあユセさんもユセさんもファンデスが入るので、まあ、でも集団的番号を手に入れたのはでかいかも。そうだね、このデッキはそれがすごい強化ポイントになって、ワールドマジックカップでもね、2キルとかやってて話題になったデッキですけど、決勝ラウンドで2キルやってたからね、ほかほかやんと思ったけど。まあ、モダンというフォーマットもこれで国内の大きい大会はもう年内遊び納めですかね。ラストサーン、ラストサーンモダンないですか。ラストサーンモダン、今年モダンやったっけ。しかもハレルヤさん、あとで井川君にアピールしてもらおうか。そうですね来てもらって宣伝してもらおう。でも予選も終わってるから宣伝することなさそうやけど、見に来てねっていうまあどうせスタンドモダン、うん、じゃあじゃあまあ今日姿から近く人気ですからね、スター。これ今日見てもらって、まあ、モダンを勉強してもらって、まあ、こういうデッキもあるんだなって見てもらって、こっちそっちを見るとより楽しめるかもしれませんね。そうか、なんでこんな朝から放送してたのね。なんか寝起きで放送とかやったけど放送好きなんやな、やっぱり彼は。さあ、今から2ゲーム目ですけども、カゴタニさんが先手ですね。いっぱい来た、いっぱい来た。終わったんや。そう、終わったんや。なるほど。じゃあ、近くにこっち来てもらう？遠すぎ。スカイプでめっちゃタイムラグのある解説してもらう？好きや、出たいやろとか。東京やったらね、呼びたいけど、大阪さんは今20ですね。お昼ね。自由。なんで早起きして放送してまた寝んねんねん。井川さんはこのラウンドフィーチャーマッチをお呼びしようと思ったら、対戦相手の方がプロと当たったらトスるって決めてたっていう方らしくて、井川さんをトスって現在 2-0 ですね。トスっていうのは、まあ、勝利を譲るってことですね。はい、まあね、プロツアーは、まあ、ちょっと海外でやったりするので、うん、まあ
社会人だと休みが取れなかったりするので、まあ、結構トスはありますけど、いけないのにね、買っちゃっても。いけなくても、とりあえず。ああ、黒さんお疲れです。お、買ったんですか？買って帰る。最悪。ドフンで買える黒田親父。ちょっと映ってるし。だいぶ映ってる。これでずっとやっとこか。いや、いいよ。気にせず続けて。じゃあ、適当に。もう映ってない。じゃあ、お疲れ様です。ああ、怖かった。はい、黒田さんはこのラウンドで、お家の用事でちょっと帰らないといけないということで、しのぎの回収ではないね。 2-0 で帰るという。まあ 2-0 で帰るってもいいけど、悪いけどヤクザやね。悪魔なんだ。傲慢の申請書が入ってるんだ。ってことは捨ててくんやね、あれで。ほぼドレッジやんじゃん。まあ、小粒が都度帰ってくるか、大物を一回釣ったらそこで終わるかみたいなの。まあでもこれね、今どれと違うのは、ここでもしグリセルとか釣って、レストインピースの外資にグリセルとか釣って、そのままなんか21枚ぐらい引いて、スライフなくなるか、14枚引いて、めちゃくちゃできる可能性があるから、まあ、安定。最速はやっぱこっちの方が。さあ、小谷さんは一旦ラウンド止まった。そんなことある？え、でも相当まさか回り勘してる。3、4、5、6、7、8、先手やったからね。先手ランド1キープ、それってあんまりの方が良くない？まあ、ラウンドの後藤さんのこの伸びを見る限りは、コメント拾ってて、あと黒田さんを見てたらね、いつの間にか試合が始まってたっていうのがあって、ちょっと申し訳なかったですけど。小谷さん、後手取ったりしてない？後手取るとかあるかな？ない。ないよ。梅田ハレルヤ行ったら黒田さんに別に詰められたりしないですよ。このラウンド22しか入ってない。コントロールだよね、22で。ワンマリ、ワンランドキープ。新生死ビートが。新生死ビートでチクチク削って。はい、で、おそらくここは沼持ってきて血止めます。ハンドやった？はい。おお。初手からずっと。ガムコの否認って打てる？あれって、いや、打てる。打つのはできる。打ったらあれってノンクリーチャースペル。ノンクリーチャースペル、うん。そう、ブレンドオーカーにする。あ、それあるのか。お、スペルピースか、何かが。お、これは OK で、マナ出して思考吐き。あー、思考吐きか。2枚墓地に置いてワンドロー。つらい。通っちゃうと、ブリックス姿、これを通しちゃうと。もうそうですね。これは終わりに近い。タップインの山ですからね、あれも。もうだってもうカウンターも打てないですからね。ねえ。あとは後藤さんが、はい、もうこんなんやりたい放題。ウィーって言って終わりです。ウィーって言って終わり。まあ、次の先目の突破エマークルが半年あるんで、島さえ出なければ、で島も出ないんで、まあ、もしかしたら外科的敵つ引いたかもしれない。ただ先目の突破なので、手からはいね。ありがとうございました。はい、先目の突破がキャストされ、見たカードをグリセルやったら、はい、負けました。ありません。はい、エムラクールが出てくる。これで投了となりました。ちょっとまあ不運にも見舞われましたが、そうですね、ちょっと血染めの月がいかに強いかっていうのはよく分かりますな、今のは。あんまり環境的に効かなくなったとはいえ、こうやってまあジャンドとかグリクスとか3色なの。おもむろにね、こう叩きつけられると、それだけで何もできなくてゲームが終わってしまうということもあるということですね。まあ、血染めの月が取れるのがこの赤黒の御用デッキの強みでもあるのかな。
はい、どれに刺さるの？あんまり聞かん聞くけど。刺さる時もある。おまあ、あんまり状況次第的には刺さらない。結構赤いカードが多いからね、そもそもドレッジ。結局燃焼とかは出るから。はい、まあそんな血染めの月が火を吹きましたが、フィーチャーマッチ。まあでも最大限しない方がいい、いい派。ドレッジ相手には、まあデッキにもよるけど、入れる側のデッキにもよるけど、バーンとかなら絶対に狙った方が、本体狙った方が早いし。そうやね、確かに確かに。さあ、というわけでこれで、このラウンドのフィーチャーマッチ終了となりました。赤黒の五両の復讐デッキを使った後藤さんが日本選手で、まあ、好スタートを切っているというところですね。わざわざ村井隆二が来たから、お五六ですよと。おうつぎたがりが来た。変わる。これじゃあ椅子増やすか。いやちょっとじゃあ出ましょう、ちょっと出ましょう。一人で喋ってもらう。せっかく一人で喋ってもらう。一人で喋る。一人はちょっとあかん。あかんあかん。飲酒生行く。飲酒がいた。あじゃあ椅子来たから。おおほぼほぼ何してんの。今度なる。はい、ビックスの川崎啓太さんです。どうも、川崎です。今日の成績の方は今日は、まあ、ここにいるということは0-2ですね。0-2ジャンドマスターが、ジャンマス。1回戦目は何だったんですか。相手は1回目、感染ですね。感染、まあ、感染自体は相性悪くないんですけど、まあ、相手の速度でいかれたりとか、ハンドの噛み合わないと負ける。モダンやなみたいな。モダンのゲームやな。俺モダンやってるな。モダンやってる。で、2回戦目が青白コン。青白コン、まあ、あの壁、なんだ、04の前兆の壁か、はいはい、前兆の壁、まあ、天使とかみたいな、そういうデッキで、まあ、そっちもあんま相性良くないですけど。相性良くないんですね。あんまりあのこっちがそんなにアドバンテージ取れないんで、それに対してあっちに時間稼がれるから。確かに壁に水火とかやってもしゃあないしみたいな。うーんみたいな。全然アド取られてるしみたいな。なるほど。で、ゼロになって、厳しいことにこの RP の時は2敗はもう目なしと。目なしですね、はい、このタイミングだと、はい、ドロップとなってしまいましたが、とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様です。今、フィーチャーは終わった。もう終わりました。あー、なるほど。赤黒の五両の復讐がグリクシスコンを踏み潰して、はいはい、ああなるほど、まあ、グリクシスコン側がメインもサイドも両方ともちょっと事故って、ああなるほど。